味しかった。ごちそうさま。うん、また来よう。あ、ごめん、電話だ。はい、橋本です。はい、今新宿ですが。はい、はい、了解。ごめん、仕事だ。家まで送ってご両親にも挨拶するつもりだったんだけど。うん、また今度。私なら大丈夫、駅すぐ近くだし。ほら、早く行って。わかった、じゃあ気をつけてね。明日の札幌行きの便で帰ります。切符はもう買ってあるのか。はい、明日12時発の飛行機です。12時か。送りに行くよ。少しの間だったけど一緒に働いた仲間だ。亀さん、皆さん、お世話になりました。皆さんのことは忘れません。ありがとうございました。橋本、橋本、本当にいいのか。本当に俺で。せっかく今まで頑張ってさ、ここまで来たのにそれあっさりさ。先輩には本当に一からいろいろ教えていただいて、うん、でももう決めたことですから。いなくなると寂しいよ。先輩、これもらってください。なんだよこれ。先輩とお揃いで僕も。先輩、体にはくれぐれも。何言ってんだか、これっきり会えなくなるわけじゃねえしよ。休みだったらみんなまとめて知るとこ行っちゃうからよな。じゃあ失礼します。走るホテルといわれ人気の高いカシオペアは、新しい列車の旅を演出する国内初のオール個室寝台列車だ。16時20分に上野を出発し、大宮、宇都宮、郡山、福島、仙台、一ノ関、盛岡、函館、森、八雲、長者満部、洞爺、伊達門戸、東室蘭、横井津、苫小牧、南千歳に停車し、終着札幌には翌朝8時54分に到着する。およそ17時間の快適な旅である。今度のフライトの前にもう一度聞いてみたんですよ。そうしたら、佐々木さん、女の人のことで問題を起こしたのよ。問題って？表沙汰にするとああいう大きな会社って責任取って辞めなければならないでしょ。だから誰にも言わないの。お母さんにも。ごめんね、行ってきます。はい。
母親の証言では白い大きな外車だったということです。外車？はい。午前2時に帰宅した古川みどりは自分の部屋に閉じこもったままその日の夜自殺しました。遺書はありませんでした。警視官の話によると2人以上の人間にレイプされた痕跡が残ってるって言うんです。ところが警部、我々より先にそのことを検視官に聞いた人物がいるんです。橋本か？はい。彼は5日に検視官から話を聞いてます。待てよ、5日から3日か。彼は病気で休んでいたな。はい。彼はおそらく恋人を暴行され、そして自殺に追い込んだその男たちを駆け回って探していたんでしょう。もしその中に金子孝太郎、佐々木学が暴行犯の中にいたとすれば。黙ってましたな。この一席橋本ではないかと。私もどこかで見たことがあると思ってたんだが、しかしまさか。警部、明日一番で筆跡鑑定してもらってくれ。はい。とにかく彼の居所を見つけ出すのが先決だ。はい、はい。もんですね、若い男の一人暮らしだっていうのに。レイプされたのはこの辺りかもしれんな。はい。死にや手紙ありませんね。おそらく何をかも始末して逃げたんだろう。管理人の話では君島の隆之の母親が世田谷に住んでるそうです。おう、君島の車か。よし。亀さん、持てる。私だってね、伊達に何十年も刑事やってるわけじゃないんだよ。お疲れ様ですか。阿部ですが、第3の殺人です。場所はですね、かかりつけの医師に確認取りました。余命数ヶ月の命だそうです。
そうか。ええ、入院を進めたそうなんですが、最後まで自分らしく生きたい。ベッドに縛り付けられたまま、意識がなくなっても機械で生かされるのは耐えられないと入院を拒んだそうです。海に流氷が流れてくるんですね。それはもう素晴らしいですよ。このオホーツクの沿岸に何世紀も昔、いつの間にか消えた民族がいたんですよ。モヨロ人ですね。アイヌの人たちよりも先に住んでいた海の民族。7世紀か8世紀、どこからかやってきてオホーツク文化を作り上げ、13世紀頃忽然と姿を消した謎の先住民族。よくご存知ですね。いや、実は私、気ままな旅と言いましたが、北海道で一つ興味を持っているのがそのモヨロ人なんですよ。私たちもそうなんです。北海道の歴史を勉強する会でモヨロ人のことを知って、今回の旅はね、モヨロ人の足跡をたどるというのが大きなテーマなんです。そうですか。いや、嬉しいな、同行の師に会えるとは。私、学問的なことはよくわからないんですけれど、モヨロ人は流氷に乗ってやってきて、また流氷に乗って去っていった、そう思うんです。なるほど、ロマンティックですね。このオホーツクの海を見てたら本当にそんな気がしてきました。
私 OL 時代彼の秘書をしてたんです。彼は会社を大きくしようと仕事一筋で、そんなところに惹かれたのかもしれません。妊娠を知って私は会社を辞めて一人であの子を見ました。それからずっと一人で、彼からは何の援助も受けずにあの子を育ててきました。そんな突っ張った思いをあの子にぶつけてしまった結果なのかもしれません。分かってるんです、あの子がどんなに出来の悪い子なのか。でもそうしてしまったのは私なんです。私が悪いんです。子供っていうのはなかなか親の思うようにはいかないもんですよ。あの子が範之が沖縄から帰ってきたら必ず出頭させます。残念なことですが、いずれにしろ橋本豊の犯行とみて間違いないでしょう。今日私網走へ行ってきます。もちろん和田社長のことはありますが、奥さんたちが網走で橋本を目撃してますし、それに知床まで足を伸ばしたいんです。知床橋本の故郷ですし、何か手がかりがつかめるかもしれません。全ては十津川さんの推察通りです。橋本って刑事が僕たちのことを聞き回ってるんだ。このままじゃ無所に入れられちゃうよ。お前が悪い仲間と付き合うからこういうことになるんだ。あいつら自分のこと棚に上げて金要求してきてるんだ。黙ってて欲しけりゃって、金出さなかったら一生つきまとってやるって。ねえ助けてよ、お願いだからさ。父親だろ。ねえお父さん。父親、確かにその言葉に弱かったのも事実です。小さい頃から何一つ父親らしいことはしてやれなかった。それに将来は私の後継者にと考えている息子を婦女暴行の前科者にするわけにはいかなかった。私のせいでもあるんです。何とか助けてくれ、一生に一度のお願いだからと。範之を産んで以来初めて彼に会いに来ました。そして頼み込んだんです。いえ、頼むというよりは脅したんです。死を目前にした最後の願いだって。何もしてやらなかった彼女への罪滅ぼしのためにも範之を助け守らなければと。そして計画を立てたあなたは4人の仲間を始末してその罪を橋本豊に着せようとした。その通りです。4人の仲間には範之を通して金を与え、北へ北海道へと逃避行させた。その上息子に容疑がかからないようにと沖縄へ行かせた。まずはフリーターの金子幸太郎だ。彼の潜伏先を橋本に教えた。私が慶子に伝え、慶子の声で彼に連絡させたんです。あなたの探している金子幸太郎は青森市内の小さな旅館にいます。その旅館の名前は、もしもし。連絡を受けた通り金子幸太郎を見つけ出した橋本は彼を全裸にして縛り口紅を塗りつけ、このトリックを解くヒントをくれたのは実は家内なんです。ああ、見事なチームワークというわけですね。あなたたちのチームワークも見事なもんですよ。私はね、すっかり騙されました。ごめんなさいね。
亀さんにはいろいろお世話になったのに。恵子さん、恵子はご覧の通りの体です。残り少ない限られた命です。見逃してやっていただけませんか。罪は私が全て引き受けます。4人の誰一人恵子は手にかけていないんですから。十津川さん、この通りです。罪は罪です。犯してしまった罪は償わなければなりません。そしてそれを今度は範之にはっきりと教えてやらなければなりません。それがあの子に残してやれる母親としての命と遺言なんです。恵子さん、ありがとうございました。これでもう過ちを重ねなくて済みます。Yeah.